明けましておめでとうございます。私の師匠談志が亡くなった時に、私は談志は死んだけれども私の体の中に入ったんだってこういう言い方をしたんですよね。で思い返してみると談志の師匠五代目柳家小三師匠が亡くなった時に談志はお葬式に行かなかったんですよ。した新聞記者になんで小三師匠のお葬式に行かないんだと言われたら男子が子さんまで俺の中にいるんだってこういうふうに言ったんですね。つまり私の体の中には男子と子さん両方いるということなんですね。でみんなからお前頭おかしいぞとか言われるんだけどこれはね伝統芸能の正しい、あり方だと思ってるんです。師匠が死んだらば肉体としてはこれはもうお別れになるんだけども弟子の体の中に入り込んでそれも弟子はたくさんいりゃねいい弟子もいりゃ悪い弟子もいますから、それは、師匠も選びますよ。志らくの方には入ろうと思うけど立川キウイの体には入ろうとは思わないでしょ。キウイって分かんないでしょうけど、要は弟子の体に入って自分の芸の未練をしてともども解消していくんだと。でやがて師匠が消えて、で私が死んだ時に私が次の弟子の誰かにこう入っていってこれが伝統芸能の正しいあり方だと私は思っているのでございます。そんな難しい話をしたって神田伯山には分かんないと思いますけど後ろでもうすっげえ小バカにしたような感じでねもう圧が伝わってくるんだ。今年も憑依芸で行かれんだなと思って憑依芸みんなからね男子のモノマネ芸人とか呼ばれてるんだからそれでは男子だねもう自分のこと男子って言っちゃってもう憑依されてるんだよ完全に。志らく伯山の言いたい放題スタートです。よろしくお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。師匠明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます、ね、もう今年やっぱすごいなと思ったのは男子師匠だけじゃなくて、うん、小三師匠も入ってくるっていうこれダブルで入ってくるんだなと思ってそう伝統芸能の正しいあり方の、その説明をしたわけなんです。抽象的な概念的な話ですよね。そうそうですか。でも師匠この枠は普段アニメをずっとやってるらしいんですよ、うん、それを潰して今回なんかすごい編成の人とかもかなり力入れてお願いしますっていう。いやこのね MX テレビでの男子チンペイ言いたい放題、はい、私は何回かゲストを出してもらったりあと勉強しに来たり、うん、だからね、はい、未だにちょっとね緊張感がこう漂ってるんですよ。そうか。いつもここに男子が座ってたなと、うん、でここに呼び出されて、志らく映画の話をしろとか言われたりね、はい、チンペイ先生にいろいろ男子がお弁当を作って持ってくんですよ、うん、チンペイ先生が喜んで子供で食べてる姿持って帰ったり、うん、それから小言もありましたね。はあ、男子の兄さんに対するね怒りとか志らくそこで座れっつって男子のやつはな今夜高尾でもってな九班元気って俺のやつをフレーズをパクりやがったんだ、はあ、それだけじゃねえんだあいつこの間小明のな俺のあのクレヨンあれまでパクったのあいつはすごい男子兄さんのね、うんことを私にぶつけてくるんです。それを聞いて師匠なんて言ったんですか男子師匠に。だからいやとんでもねえ野郎ですね今回ゲスト5人ブッキングしたんですけど、うん、全員に断られたらしいですよしかもね僕聞いたんですよそのタレントリストみたいなの大したタレントじゃないやつに断られたんですよ。ほう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 。いやだからこれね2人で今日頑張っていくしかないなと思って、うん、でも基本ね私ゲスト呼んで話を聞くっていうのが NHK なんかで演芸図鑑ってあるじゃないですか。 あれ結構私何回もやってるんですよ。あれ気入ってないですもんね師匠気は入ってんだよあれは好きだしてますよあれ好きな人が来てるからあれは別にNHK がこの人と対談してくれって用意してるんだったら気が抜けるけど、ああ私が会いたい人と会ってるから、ただね好きな人が来ていろいろ話を伺いたいっていうよりもね、うん、
私も好きな人のことは大抵知ってるから。なるほどね。だから伺いたいんじゃなくて好きな人に自分の考えをぶつけたいタイプ。はあ、聞くんじゃなくて。そうそう、山田洋次監督がいたらば、山田洋次監督、僕はこう思ってるんだ、寅さんにこうついてはこう思ってるんだ、ぶつけてどういう反応するか、うん、だからね。いや、まあ、山田洋次さんなんか現場来てもそんな面白くないですもんね。失礼なことをしたね。面白いよ。やっぱ寅さん見てる方がいいじゃないですか。あのね、白山の場合はね、陰口叩いてると面白いんだよ。だからね、一番面白いのはラジオで俺の悪口言ってたのが面白いんだけども、面と向かうとね、だんだん俺たちの悪口もちょっと薄まってくるんだよね。いやいや、僕がそこら辺配慮があるんですよ。やっぱ師匠の表意芸じゃないから。一昨年かなんかに言いたい放題で、うん、男子師匠の追悼特番みたいなのでやらせていただいて、はいはい、今回またっていうのを聞いた時の感想っていうのは、うん、師匠どう思いました？いや、私はもう早くレギュラーになるんじゃないかなとは思ってたんだけど、ね、あ、この番組が、うん、僕を指名していただいたってことですもんね。一瞬考えたよ、もっと他に。いや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 。で、僕ね、あの去年師匠の言葉ですごい良かったのが、ナイツ・ザ・ラジオショーっていうナイツさんのやってるラジオに師匠がゲストで出たんですよ、うん、した時にすっごいいいセリフ言ってて、いや、あのね、俺笑点とか昔バカにしてたけど、笑点があるからこそ落語家でちょっとみんな知られるようになったんだと、うん、で、講談でね、他にも頑張ってる人いるかもしれないけど、白山がいるから講談っていうのは知られるようになったんだ、だからあいつを大事にしなきゃいけないってナイツさんに言った時に、うん、去年一番師匠の中で響いた言葉っていうか、なんていいこと言うんだろうと思って、うん、ちょっと思いました。いや、他に公爵士の名前浮かばなかった。いやいや、それが一番失礼ですよ。いや、だからそうか、師匠もう丸くなられたんだなと思って。いや、もうすぐ丸いですよ。もう M1 審査員ですもんね。M1 審査員だし、披露日だってもう王様のブランチみたいになっちゃってるしね。ものすごくもう丸くなってるもの。だからちょっとね、そういう志らく師匠とちょっと去年の5大ニュースを振り返ってみようかなと思ったんですけど、はいはいはい、この5大がですね、師匠が選んだのかなと思ったら、全然師匠が選んでないんですよ、これ。うん。全然俺、正直、何の興味もないものが。で、視聴が興味あんなら俺が聞いて番組的に広げればいいと思ったけど、こう野津井陳平先生の YouTube 開始って視聴見てないですよね。見てないです。広がるか。あのね、野津先生、僕お世話になってますけど、師匠なんか昔からですけど、ツイッターとかで90歳の、うん、もう昔の初期のね、テレビを支える放送作家ですけど、もうずっと死にたいとか、うん、辛いとかが、俺生きてんじゃないんだと、死ねてないだけなんだみたいなつぶやきあって、うん、YouTube 見たんですよ。したらなんか昔の昭和の女のクリスマスの落とし方みたいなこと喋ってて、全然元気じゃねえかと思って。そうそう、陳平先生はね、そんなふうにおっしゃっていながら、うん、ものすごい野心はあるしね。まだある90であるんですか。うん、だってパソコンでいろいろ検索するじゃないですか、はいはい、で弟子の腰だってやつがその検索で足跡残るでしょ、はい、で、ね、陳平先生何を検索してんのかなって調べたら、はい、おっぱいって。いや、それ志らく師匠、それ野心じゃなくてただスケベなだけなんですよ。それ野心って言わないから。でもその欲があるってことですよね。そうそうそう、それは素晴らしいことですよ。年を取って、年取ったってそれ色気がある、そういう気持ちがあるってことはね。いや、グーグルもね、90歳のおじいさんにおっぱいっていうね、検索をさせる機能をつけてよかったですよ。本当に。なんか興味あるのあります？師匠、この中で。やっぱりスポーツだったら、五大ニュースだったらサッカーでしょ、きっと。じゃあ志らく師匠ワールドカップ見たんですか？一回も見てない。よくノープランで来ましたね、正月早々。え、もうなんかあれなんですか、もう M1 の人になっちゃったんですか、師匠。 M1 の人じゃなくて、落語界はちっぽけすぎるんだ、なんかもう。ああ、嫌な発言。ちょっと売れたら落語界を突き放して。あのね、ちょっと売れたら、昔から落語界には興味ない。ああ、そうですか。あ、全く興味がない。じゃあ NHK の審査員とかやるっつってもないですか？うん、ちょっと考えたじゃないですか。いやさ、NHK は演芸図鑑とかやってるからな。あ、ちょっとそれって浮かんだんですか。いや、落語家に興味がないって、うん、落語家になる前は興味あったですよ。はいはい、それは若手に男子身長がいて、うん、っていう若手中堅の頃にね、はい、それが昔からの憧れの演唱師匠がどんどん、うん、それにはものすごい興味があって。今だって三協権太郎がいるじゃないですか。なんでこう具体的な名前をまた言いづらい、三協。ゴン太郎は切れないでしょ、いくら会うことあるんだから。あなたみたいに、ね、配慮してるんですね、そこは。あなたみたいに悪口ちょこ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 言ってらでいいけど、俺も今日悪口じゃないから、
悪口はねみんな笑って許すの。はいはい、俺の場合は、切るから。いやだから今目の前に出したんですよ、三京師匠、権太郎師匠。それ師匠黙って通り過ぎてったから切らずに。それは、切った場合は本当の喧嘩になるから。だから、ね、若い頃ね、若い頃笑点を悪口じゃないんで、はい、切ったんだよ。だからスタッフも、そこにいた、諸先輩方も本気で怒るんだよ。尖ってましたからね、師匠。なぜ笑点がこの世からいらないと俺が言ったのかっていうのは、悪口でね、笑点なんかで座布団の取りっこっていうのを、なんかちょこちょこっと言ったら、めーっと笑いで許すの、はいはいはい、本質をバサッと切って、これは落語界のために笑点なんかあっちゃいけないんだって若い頃ぶった切ったから、もうみんな怒るわけよ。でも僕思ったのはここに出てないですけど、やっぱ円楽師匠が去年亡くなられたじゃないですか、それは大きいですよね。それは円楽師匠にはものすごいお世話になったしね、その笑点ももうこのエピソードは何遍も言ってるから、はい、私は笑点批判してたのに、円楽師匠が優しくしてくれたから、それで考え方が変わったんだと。なんか新幹線かなんかでずっと笑点を昔本とか出して批判してた時にたまたま笑点メンバーと一緒になっちゃったんですね。そうした時に円楽師匠だけが志らくっつってもうみんな挨拶して無視するのに、これパン食えよって言って、あん時の嬉しさを忘れないみたいな、あれをずっとこすり続けてますよね。こすり続けてる。多分人のあれしかないんだろうなと思って。あれしかない人の美しいあの、ね、思い出をこすりつけるとかあれしかないって。円楽師匠はだってその全方位外交の人じゃないですか。意外になパン渡して陰でなんか志らく食ってたよとか言ってますよ。いやそれはいいね。円楽師匠、円楽師匠だから。そうそう、円楽師匠はどう思って渡そうがね、それはいいの。俺がどう受け取るかってことはとても大事なことだから、それはあの円楽師匠が俺のことを好いてるのか嫌ってるのかのことはどうでもいいの。でも俺ね、あの志らく師匠の YouTube 見た時ちょっと面白かったのが、円楽師匠追悼みたいな YouTube やってらっしゃったじゃないですか、した時に俺も円楽師匠にいっぱい世話になったからなみたいなことをおっしゃってるんですけど、そのパン以外のエピソード一個もないんですよ。それで、でも恩返しっていうと俺が笑点の円楽さんのレギュラーの後継ぐかしかないかなって言って、あ、笑点のレギュラーになりたいんだと思ってちょっと引いたんですよ。なんであなたはそんなにあの根性がひねくれてるんだろうね。いやだからその人の死を利用してまで笑点のレギュラーになりたいかなと思って。笑点のレギュラーだからなりたくないよ。あ、なりたくないですか。いや、円楽師匠に対する恩返しもあるしね、それから談志の作った番組でもあるから、それで笑点という番組をもし何らかの形で声がかかったらこれは光栄なことだし、はい、何が何でも俺は笑点のあそこに座りたいって気持ちはないよ。それは別にだと大喜利なんかやれたかね。じゃあオファーあっても志らく師匠ってことはないってことですね。いやいや、だから声がかかったらば今ないっておっしゃってたじゃないですか。え、ないって。いや、自分からお願いですから笑点のレギュラーにしてくださいとか働きかけることはないんだ。向こうから声がかかってきたらば喜んで、あの、喜んでやるしますよというだけのことです。なるほど。じゃあ可能性もあるってことですね。可能性はゼロじゃない。でも俺のやりたいことはね、あの笑点もそうなんだけど、笑点とかテレビのバラエティとかじゃなくて、もっと野心は広がってるから。師匠野心あるんですか。野心もあります、ね、それ聞きたいんですよ僕。師匠のそういうとこ、だってひょんなことからコメンテーターみたいなイメージがついちゃった、で M1 の審査員みたいなイメージがついちゃった、はい、だけど俺のやりたいことはもちろん落語はそうなんだけども、長いこと劇団をやってて、映画作ったり劇団やってるぐらいだから役者になるってのが俺の夢なんだ。え、師匠役者なんですか。だから本来談志兄さん今役者になってる。あの、いやいや今佐久間信盛やってますよ、でもあの人はコメンテーターになったら抜群に面白いんだよ。いやでもそうだと思います。中身はないけども薄っぺらの知識でもって面白いこと何でも言えんの、あの人は。それでも師匠も同じじゃないですか。え、中身がなくて薄っぺらのこと言う。俺の場合は中身はないけれども厚っぺらのことを言ったように勘違いさせる腕があるんだ。その腕はあるという、そうそうそう、厚っぺらの風に。だから方々から声がかかってちっちゃい争いですねそれ。だこの番組が貴重なのはね、もう師匠ね偉くなっちゃってるんで、もうナイツさんとか他の人とも師匠師匠って立てるじゃないですか。そこがなんか実は志らく師匠のチャーミングさ殺してますよね。そうだから俺は本当はね、逃走中とか出たいもんだって。オファー出すなこの番組で。そういうもっとね、全然役者じゃないし。
いやいやいや、テレビに出るとしたらば、そのご意見番でコメンテーターとしてドーンと出て政治のことを語ったりとかそういうことではなく、もっとバカバカしい、その逃走中なんかもそうだし、うんうんうん、鬼退治もそうだし、はいはい、バラエティでももっとバカバカしいっていうね、そっちをやりたいんだ、うん、それでいて落語も両方やりながらってことですよね。そうそうそう、で夢は役者として、うん、だってね、夢は役者なんですか。だってこれだけの映画好きだから。もうちょっと師匠、全然触れてないですよ、大ニュース。野津陳平先生 YouTube ぐらいですよこれ。もうこれだから、いやすごい師匠、うん、もうじゃあ役者になりたいと。そうだって役者になれ、役者になればね、コメンテーターだったらアカデミー賞のあれを生で見ることはないのよ。まあそうですね、役者になったら 1% でも可能性出てくるでしょ。俺でも役者になりたいって言ってる人が M1 審査員やってていいのかな。いや、なんかその落語で伝えたいとかならやっぱ嬉しいですけど、うん、役者になりたいこれからって言ってる人のやっぱこう採点、みんななんかいいのかなと思っちゃって。なんで。いや、なんでって、うん、で、じゃあちょっと談春師匠に憧れてるとこあるんですか、ああいう役者やりたいみたいなのは。うん、それはない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 。だって若い頃からずっと役者志望だもん。ああ、そうすか。ずっとそれで演劇やって、自分で脚本書いて、自分で主演でやって、うん、でも落語が一番楽しいじゃないですか、全部できるんですから。そりゃそうですよ。ですよね、うん、でもいいじゃないですか、役者なんてあんな、なんか変なタレントと一緒にやんなくても自分の世界をそこで出せるわけですから。だけど役者になったらば、アカデミー賞も官民も見ることができるでしょ。たった一回の人生なんだもん。あ、でも新しいことやりたいっていう、飽きちゃってくるっていうので、で、うん、新しいことやると落語も新鮮になってくるっていう、インプットとアウトプットの両方やりたいってことですよね、うんうん、さあそういうわけで、お時間ほとんど俺白木師匠が役者になりたい話しか聞いてないよ。やばいんじゃないこれ、正月早々ネットニュースになりますよ師匠。役者になりたい俺は。それ恥ずかしいじゃん、それじゃ。お願いだから切り取ってね、しらく役者になりたいっていうだけは書かないでください。恥ずかしいなぁ。ヤフコメなんて書くんだろう。M1 グランプリ2022の審査員を、師匠もう5年目ぐらいですか？ 5 年。もう定着しましたね。うん、最初出た時はね、ものすごく炎上しましたね。ああそうだ、山田邦子さんみたいな感じでしたね。うん、山田邦子さん以上に炎上したんじゃないかな、出た時は。なんか具体的に言われました、世間に。うん、お前が審査のコメントをすると会場が凍りつくって言われた。確かに、うん、なんかちょっと男子が降りてくるみたいなこと M1 で言ってましたよね。そう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 、あれが確かにこう滑ってましたよね。うん、そうだ。もうあそこで思いっきり滑ってね。男子のことをみんな知ってるって誤解してたんだよ。知らないんだもん。まあそっか、そのちょっと認識の違いが。そうだから、男子が厳しい採点をした50点つけたってエピソードも、うん、もう今のお客は知らないの。そうか、第2回でしたね。そうだから男子のスタイルを真似してね、くすりとも笑わず、うん、仲間の芸のね、そのまして後輩の漫才を聞いてね、ハハッて笑うのはみっともないと思って、うん、ずっとこういう形でやってたら、つまんないんだったら審査なんかするなとかね。なるほどなるほど、うん、そういう炎上の仕方したね。確かに白く師匠がだから、その男子が降りてくるって言った後にそうシーンってなった時に、もうなんか近くにいたナイツの花輪さんがまだ生きてる稽古師匠に、いやもう稽古師匠が降りてくるって笑いを取ってったじゃないですか。ああいうハイエナみたいなところありますよね、審査員席って。でも君はなんか俺のウォッチャーみたいに何でも知ってんね。なんでその細かいことまで。基本的に知ってるんですよ、そのぐらいのことは。いや、あの時どう思ったんですか、なんか取ってくじゃないですか、そういう笑いを、うん、だからテレビタレントはすごいなと思って。いやだってまだテレビのやり方っていうのが全然分かってないのよ。なるほどなるほど、うん、どうしたら受けるのかとか、それをここ数年で少しずつテレビだとこうやると受けるんだっていうのを学んだ。なるほど、うん、だから今年の審査なんかでも、50近くなって子供を産んだらエロいっていうネタがあって、松本さんがそれを言ったから、ね、ここにかぶせて私もハイエナみたいにポンと取って、私もそうですよ、うん、ハイエナ芸覚えてたんですよ。ハイエナ芸覚えたんだ。前のを取る、これ多いんだ、このハイエナ芸は。ハイエナ芸やりまくりますもんね。もうみんなやるよ、前の人の受けたのをもう一回持ってきてやるっていうね。それをやって笑いを取るとかね。何にもないとこから笑いを出すっていうのはね、すごく難しい。でも僕思ったのは、この5年で師匠がご自身でもおっしゃってたのポジションを築きましたよね、あの M1 審査員っていう。だからその例えばランジャタイさんとか、あと今回だった米田2000さんとかを、うん、ああいうのが師匠はお好きなんだみたいなのに、若い層にも師匠はそういうのお好きだからチャーミングみたいな、なんか位置を取りましたよね。
うん、あれは僕ね、あ、師匠はやっぱりそれナチュラルにやられてんだろうけど、あ、ポジション取りがすごい5年でふーんって、もう師匠がやってること違和感なくなってますもんね。ああいう芸が好きっていうよりも、うん、ああいうぶっ飛んだ発想のものに興味が惹かれるっていうのは、うん、自分のやってきたことと同じだから。あ、うん、あの若い頃落語、古典落語、それもういいです、それ自慢話が始まるんで。さあ、これからですね、昨年の M1 グランプリ2022年の審査員の志らく師匠にですね、改めて去年の M1 グランプリについてちょっと聞き入っていきたいんですが、はいはい、まあいろいろ審査員も変わりましたけど、うん、師匠のこの点数、これいろんな方の、どういう基準でつけられてるのかなっていう。本当はゼロから行くべきなんだけども、はい、まあ、昨今80点を切るってことがないので、80点をベースにして、笑い、技術、はい、それから衝撃、うん、あと魅力、うん、とか、それを5項目ぐらいこしらえて、で、あ、 4項目か、はい、それで5点満点。なるほど。だから皆さんどうやって点をつけてるのかよく分かんない、うん、多分松本人志さんはね、トップバッターに例えば90点ってつけたらば、はい、次に出てきた、漫才その90点がよかったら1点刻みでこう上げていくみたいな、うん、これ師匠最初からやってたんですか、その基準は。いや、一番最初はやってない。あ、一番最初はじゃあノールールみたいな感じで適当につけてたんですか。うん、あの、そう、適当、適当ってあなた適当につけろ人の人生かかってて今うんとか言いそうになった。いや、もういいね、もういいじゃないですか、過去のことだから。いや、感覚、もう適当につけてる。それは適当ってのは世間で。でもだから100点満点で、うん、ああ面白かったって言うと、うん、90点とかね、なんかあんまり面白くなかったなって次思ったらば85点。随分進化しましたね、この5年で。だからそれ、そうそう、だから自分の中で考えたらどうやって点をつけたらいいのかなと思って。周りの審査員の点数とかちょっと気になります、出した時。いや、そんなに気にならない。だって気にならない、うん、松本一つさんとずれてるからって、うん、これはだってみんな違うからずれることもあるでしょ、まあ、だからこれだけ、うん、あの漫才師が並んでればね、うん、で私と山田邦子さんだけは漫才師じゃないけども、あの漫才のチャンピオンを選ぶっていうよりかスター、うん、明日のスターのチャンピオンを選ぶから、うん、テレビのスターのチャンピオンを選ぶから、だから漫才師じゃなくてもいいだろうって言われて、それだから俺、師匠が最近言い始めたじゃないですか、この5年目で。いや、なんか師匠も理論武装始めてきたなと思って。それだから、ね、漫才のチャンピオンを選ぶのに漫才師じゃないのを、なんでこんなところでとかって。で、今までの師匠は、いや、俺は高田文雄杯のゴールドラッシュで、談春師匠と浅草キットまで破ってるから、漫才の腕だってあるんだって言ってたんですけど、最近それじゃ多分師匠弱いと思ったのか、うん、あの、明日のお笑いを作るやつっていうふうにちょっと変更しましたよね。うん、変更したよ。そっちの方が、俺はそういうの見逃さないんですよ、人の。だから説得力があるでしょ、そっちの方が。そう。いや、でも、山田邦子さんが今回、84点を壁ポスターさんにつけて、うん、真空ジェシカに95点じゃないですか。うん、ここの多分、村が多分言われたと思うんですよ。この84点を基準にして、全部80点台だったらそんな言われてないと思うんですけど、うん、最初の点数を。だからなんか、そこら辺はなんか、邦子さんにアドバイスというか、なんかありますか、そういうのって。でだから1回目だから、うん、やっぱり自分の中でどういう点をつけるかって、おそらくまあ基準はあるとはおっしゃるんだけども、うん、感覚でつけたんだろうなって、1回目は。だって分かんないもん、だってプロデューサーからこういうふうに点をつけてくださいって言われ、レクチャーされるわけでもないし、みんながどうやってつけてるかも知らないし、確かに、だから出てって、あ、なんか面白かったら90何点、うん、面白くなかったら80何点って、その感覚でつけちゃう。でもなんか僕ね、この審査員が審査されるっていうのも結構なんかクリーンだなと思うんですよ、うん、こういう風に点数発表させられて後々までずっといじられて、山田さんの点数はとか言われるんじゃないですか。俺結構クリーンで、やっぱりあの NHK の新人落語大賞とかは、浅草演芸ホールの松倉会長、おじいちゃん出た時に、俺が知ってるか知ってないかで全部決めてましたもん。浅草演芸ホール出てない関西のやつは俺知らないから×って書いてましたよ。だからなんかね、この方がクリーンですよ。うん、あの、賞っていうのはもともと誰が選んでるかよく分かんないんじゃないですか。あ、だから、ね、だから男子なんかはそういう賞レースには一切絡んでないでしょ。あ、だって自分よりも芸を見る目がないようなやつに選ばれたって嬉しくもなんともないわけだ。だからここにこれだけのメンバーがいれば、うん、若手からすればね、はい、それはとってもこういった人たちに認められるっていうのは嬉しいことだから、うん、だから落語のその NHK のコンクール、はい、新人大賞、はい、あれだってあの売れてる落語家が選べばいいの、本当は。
本当はそうなんですけどね、うん、で師匠だから出ていただけたらいいじゃないですか。だから全員がそうなればいいですよ、うんうん、っていうか出方が絶対やるべきですよね。で落語家だけじゃなくてそこに、あの松本さんだとかそういった漫才師が入ったっていいと思う。なるほどなるほど。それであの鶴太郎さん入ってるじゃないですか、うん、だからどうしたかもう話の腰を折りまくるんで今ほとんど志らく師匠は笑点にねあの、まあ、ちょっとイレギュラーで出られたりとか男子師匠の代わりに審査員やられたりとか結構男子師匠のやってきたことやってんじゃないですか。やってないのは僕ね落語のピンだと思うんですよ、うん、だから志らく師匠がもうメンバーを集めてそのなんか落語を普及する番組みたいなのが、まあ、今年とか、まあ、今年は無理にしても来年とか再来年以降見据えてこういうのができたらコンテンツとしてね、うん、僕ねあのすごいなんか志らく師匠の株が今下がっているであろう。どこで下がってるんですか株が。株がどこでいつ下がったか具体的に教えてください。ガンガン上がると思うんですよ。全体を伸ばしていく。いやだってもう師匠だって建て替え流とかでも沈没するだけだとか、うん、こうなんか集団になるとなんかそういうこと言うじゃないですか。うん、一人でやるもんだから。でもそうじゃなくて、いや俺もやっぱ考え改めて落語界のためにこういうのをもう作りますみたいなの。そうそれをね。それやってほしい。去年ね M1 の流れでね S1 グランプリって弟子でやったの。ああ知ってます。弟子集めてやったけど、大失敗だったね。違うんですよ、あのこういう落語界はある程度八百長しなきゃダメなんですよ。そういう時こんなガチコンテストの真似してちゃダメなんですよ。ある程度いいんですよそこは八百長で。最初はだって NHK 新人落語大賞だって師匠もね十数年前まで見てらっしゃったと思いますけど、あれちょっと八百長あったじゃないですか。知らない俺はあれ全く興味ない。箸も外すな最近この10年ぐらいガチンコになってきましたけど、ちょっと前までなんかスター性という名の八百長っぽかったのありましたね。で今回ちょっと、話変わりましてウエストランドさんが優勝したってことで、うん、テレビで見るのと現場で空気違ったと思うんですけど、僕テレビでもウエストランドさん一番良かったなと思ったんですけど、うん、現場は特にやっぱ跳ねてたんですか。うん、一番観客の心を掴んでた。あそうすか、うん、もちろんさやかの漫才も素晴らしく面白かったんだけども、すごかったですね、うん、それをやっぱりね、凌駕するだけのものがあったですね、うん、どうでした。やっぱまあいわゆる世間一般には悪口芸みたいなことを言われている、コンプライアンスの時代でと、うん、だから悪口じゃなくていやあれは共感じゃないかとかいろんな意味があると思うんですけど、うん、ウエストランドさんが優勝したってことに関して志らく師匠はなんかこうどういう思いがあるのかな。考えてみるとね、R1 でお見送り芸人新一さん、うん、やっぱり悪口でしょ、うん、そうですね、悪口で毒舌、はいはい、それで優勝した、うん、で白山だってそうでしょ、悪口でしょ。悪口なんですかね、うん、本音なんですけどね。だからあなたがバズってるのはそれはもちろん講談のそのもので評価されてるっていうのは、うん、あるんだろうけども、うん、でもメディアで、こう登場するときには、うん、それじゃないでしょ。まあ分かりやすい方がいいですよね。だって着物着て人の悪口言ってる人ってあんまいないじゃないですか、うん、師匠とかも、うん、野村萬斎さんとか人の悪口言わないじゃないですかよーって言ってるだけで。だからそういうよーって言ってるだけで見逃さない意味のハイエナ芸を師匠野村萬斎の芸を捕まえてよーって言ってるだけすごいことにやっぱり特に関東の、東京の芸の場合はもう昔からその悪口毒舌、そういう芸が好まれていた、はい、それがぐーっとこう閉じられてしまってコンプライアンスでも、うん、もうダメだとなってる時に、うん、やっぱりそれを求めている人もいるから、うん、ポツポツとこう出てきたわけでしょ、はい、でそれが M1 でウエストランドが優勝することでパーンと弾けて、うん、若い子たちだが、俺もああいうのやりたいってきっと出てくるでしょ。あ、うん、それが広がる。でもこれ難しいのがやっぱそれを真似しちゃうともうつまんないんですよね。なんかこういう閉塞した中で、そうだけど2ビートが出た時みんな真似した、もうみんな同じような喋り方。でも2ビートは超えられないじゃないですか。超えられない。だから違う形で爆笑問題とかこう出てくるわけですよ。なるほど。だからそんなたくさん出てこなくていいんですよ。アリューがいっぱい出てきてそれが本流になればいいだけのことだから、うん、ウエストランドを真似して、わーっと出てきてそこでまた違う形 の、ウエストランドが出てくると、うん、それが、本流になってくるんだから。なるほどなるほど。だからすごくいいことじゃないですか。あと僕はね爆笑さんにお世話になってるっていうのもあるんで、やっぱタイタンという
こうなんか吉本さんに比べたらかなり小さい事務所の中で、うん、まあ、ちょっと半眼びいきです。でお客さんもその背景も分かるじゃないですか、うん、今回 Q も含めてタイタン勢が2組出たっていう、それも前代未聞のことですし、ウエストランドさんが勝つっていうのはなんか夢がありましたよね、うん、なんかちょっとこうね、あのいわゆるさやかさんも素晴らしかったけども、なんかいつかさやかさんは勝つだろうと。でもウエストランドさんはなんか今回の勢いでパーンって本当にシンデレラストーリーみたいなのは感じましたね、うん、でやっぱり時代が求めていたってことでしょ、 ああいう芸を。なるほどね、うん、でもどうです、今のテレビ師匠いっぱいお出になられてますけど、このコンプライアンスが年々きつくなってると言われてますけど、出やすいですか。いや今の私の仕事の着方は、問題ないですよ。あ、こっちの方が極端に言うと楽っちゃ楽ですよね。コンプライアンス重視してりゃ、うん、なんか家族の話してりゃいいだけですからいやなんかほのぼのエピソードで特にオチがないのでも OK になるじゃないですか。いやテレビのは今の感じ、コンプライアンスがきつくなり始めた時に私がこうポンと入ってテレビの世界に入って、はい、で大して毒のあること言ってるわけじゃないの、はい、うん、もう自分の落語の講座やなんかに比べたら100分の1ぐらいのことを言っただけでも、うんうん、白くっていうのはものすごい切り方をするんだっていう、うんうん、そういうやり方をしたから、ドーンとこう、あのポジションを得たわけでしょ、はい、で坂上忍さんが一方いて、うんうん、白くっていうのはボンとこう、うんうん、だから今私が出てきたらね居場所はないはずなんだ。タイミングもあったってことですね。タイミングちょうど厳しくなる時に出てきてパパパパッとか、なんかすごい乱暴なやつが出てきたぞ、変なこと言うやつが出てきて、それであのポンとポジションを掴んだ。でもうそれ掴んじゃったから今は、もうひろみがちょっとした王様のブランチみたいな感じで、何かこう食べてアイスかなんか食べておいしいって言っても、もうそれやっている自分は嫌になんないですか。全く感じません成長した男子師匠に見せたいぐらいですよ。いやそういう志らく師匠を、あのそういう平和なことも私だったら男子はね、はい、乱暴なものをバーッと切って、はい、家にいる時も男子なの、はい、ね、あ24時間、うん、私はその講座だとかテレビの時は志らくだけど、家帰ったら志らくじゃないもん。あ、師匠分けてますもんね、うん、本当に優しい、あの地味な、うん、もう誰にも気がつかれないような、うん、パパなの。うんうん、だから、あのそういったのが好きなのよ、うんうん、うちで子供と遊んだり、なんかこう、そうか、嫌じゃないんですね、嫌じゃないの。だから今の時代はでもそれで良くなってますよ、24時間あの男子師匠とか猪木さんみたいに24時間演じるっていう時代じゃなくなってますよね、徐々にね、うんうん、あ、だからなんか僕の中ではこう、まあ、でも志らく師匠がいろいろ男子師匠の思い出とか発信することによって、うん、今の若い人にも男子さんってすごかったんだねとかってなってるので、まあ、それだけでも意義深いですよね。なんか街の声でですね、志らく師匠と私にやってほしいこととか、なんかそういうの聞いてきた VTR があるそうなんで、ちょっと見てみましょうかね、うん、立川志らくさんに2023年挑戦してほしいことは何ですか。学園ドラマの教頭先生、ちょっと荒れてるような学校で他の先生たちと学校を立て直していくような、ちょっと面白い系の、でもちょっとスパイスはね効いたような、そんな役がお似合いだと思います。あ、主役ではないですね主役ではない、うん、体張ってほしい、ポストダチョウクラブみたいな、イメージめっちゃ変わると思うんですよ。もともとこう M1 とかでも考え出された中で喋るのはうまいと思うんですけど、いきなりなんかドッキリされた時とか、その時のリアクション多分誰も知らないと思うんですよ。知らない、見れたら多分みんなのイメージめっちゃ変わると思って。なるほどね。TikTok です。なんかやっぱりしっかりしてるイメージがあるので、なんかちょっと若者受けっていうか、なんかそういう雰囲気じゃないっていうところをちょっと見せてくれたらバズるんじゃないかなって。志らく師匠可愛いと思いますか。あ、可愛い、可愛いんですよ。あ、やっぱ可愛いんだ。女装してアイドルと共演してほしいです。パーツがいいから女装しても全然映えると思いますAKB とかでもいけそうな感じ。なんだ、ショーなんだと思ってるの。混ざっても大丈夫。ライブとかで一人メンバー入っててドッキリみたいな感じでもいいと思います。スカイダイビングです。あ、俺だ。今までに見たことがない顔ですね。表情を変えることがないようなイメージがあるの で、 そうで、ね、もうそれをもう崩して、もう取っ払って、本当の素の白山さんを見たいっていう感じがします。月9に出てほしいです。
悪役で後から3回目ぐらい出てきて実は私は悪役だった。それまでは会社の上司かなんかで最終的には悪役だったんだけどお父さんだったみたいな。安い着物だなそれ。イメージ決まっちゃってるんで意外とスーツとか着て営業マンとかの方が人気出るんじゃないかなっていいような気持ちがしてネタ番組に出て漫談とかやってほしいです。違う一面とか見てみたい。俺の時全員鼻マスクなんです。二人とも話が上手いのでオチがめっちゃ面白いようななんていうの漫才やってくれるかなって思います。霜降り明星よりはあんまり面白くないんじゃないかなと思います。どういう基準なんで。なんか師匠好かれてますね。だから結構ね学園ドラマ、はい、だから役者芝居やりたいってニーズとやりたいことあってるじゃないですか。 それから体張ってほしいっていう、はいはい、そうだから逃走中に出たいとかね。あ合ってる合ってる。ただ、ね、ドッキリは無理なの。一回ねモニタリングで、ドッキリかかったことがあるんだ。心霊現象が起きてなんか対談してる時に、はいはいはい、インタビュー受けてる時に何か花瓶が落ちたりとか、うんはい、だけどねすぐ分かっちゃったんだよね。だからそこで、あの演じられなかったんだ。でもみんな演じてんじゃないですかあんなの。まあ、だからある程度は、演じてるんだけどそれが騙すのはもっとうまく騙してほしいっていうのが自分の中にはあったから、うん、でも他は結構あの、うん、まとえてるかな。まあでも師匠はね私生活でもドッキリいっぱいありましたもんね。何そのどこの角度から振ってくる。具体的には言わないですけどで僕は僕でなんかやっぱりドラマ出てほしいとか、うん、あと漫談なんか、うん、テレビでね漫談やってもね難しいっていうか無理だってことが私は分かった。あそうですか、うん、知らなかった。去年あのクセスゴグランプリに、あの出たの。何でもやりますね。そうそう一人コントやったんだよもう。で私なりにね世の中のことを切ってるのは面白いと思ったんだけどスタッフがなんかこうその昔のギター侍みたいになんとかギリみたいにしてくれと。なるほど。そしてそのキャラクターがバターが大好きなおじさんだから、はい、じゃあバター切りでどうですかって。あそれいいですねってなんか言うたびにバター切りよく採用したなそれ、うん、そう俺も半分心の中で嫌だったのバター切りなんか言いたくなかったの、ね、ネタの方で勝負したかったいやそうですよね。でオンエア見たらね、はあ、ネタは入ってこない全然。バター切りってその編集の仕方がうまいからなるほど。それであのネットでバズったのよ。おおそうですか、うん、ネタじゃなくてバター切りにハマった今年一番笑ったのはバター切りだとか一応トレンドに上がったぐらいバター切りが。おおそうですか。だからテレビっていうのは、作ってる人はちゃんと分かってんだなと。そうなんですよ、ね、で自分で聞いてもね世の中のこと切ってるのはねもうおじさんすぎて、はあ、若い子の耳には絶対届かないと思ってたああだから次声かかった時はもうそのバター切りを連発しよう。もうそれだけだもんああ頭の中いやその師匠もうそうかあの今年も頑張ってください。なんだよ自分なりに試行錯誤して生きてる。そんな俺師匠に会えて今日嬉しいんですよ。その時俺はバター切りをこれからやっていくって言われても何の参考にもこれならないなと思って師匠はテレビで無理っていうのを男子師匠も落語のピンでここカメラこう前にしたりとかいろいろやってたじゃないですか。でもうまくできなかったけど僕はね男子師匠を超えてほしいんですよ。師匠には志らく師匠がその新しくテレビで通じる落語を作ったら僕は男子師匠を超えられると思ってあのそこの部分ではですよ。うんだそれをねぜひ諦めずに僕はやってほしいなっていう。うんでもバター切りが忙しいから。いやもうバター切りバター切りテレビに染まりすぎてるテレビだと確かに通じにくいってのは分かるんですけどね、うん、だから YouTube なんかであなたの講談なんかがこう何百万回再生とかあってね、はいはい、やっぱファンの方が聞くで私の落語もそこそこ聞く人はいるんだけれども、うん、でもそうじゃないんだよね。 YouTube やっても何にも回らないもんね、うん、あの僕のことを悪口言っているあるじゃないですか師匠の YouTube あれでちょっと回ってましたよね。そうそうそうそこそこやっぱだから悪口なんですよ師匠。うん、だから神田伯山をやっつけろっていうのはもう1万回か2万回回って、はいはい、男子にやっつけろはね8000回ぐらいしか回ってなかったから俺だからなんかあれ見ながら俺なんか変な感じで男子師匠に勝ったと思って再生回数で、うん、TikTok とか YouTube 分かってないの。あそうですね。だからさっき野瀬陳平先生のやつも見てないって言ったけど一、はい、人も見たことないもん、ね、YouTube のやつもう。でもじゃあ師匠今何に興味あるんですか。ん何に興味あるんですか。バター切りいや俺落語って言ったらかっこよかったな。いやあの落語に興味があるなんてそんな浅いところでやってないもん出た
出た出た足をそういうの待ってましたよ。そんなもう次から次へください。そういうのだから落語に興味があってどのぐらい、落語はもう自分の人生だし体に染まっちゃってるもんだから、あ、そう、ね、だから落語をやるのは当たり前なの。なんか変わりました、メディアにいっぱい出て落語自体が結構、うん、変わらない。こんなですか、うん、いやそれいい風に、僕は志らく師匠のファンの方から、師匠はあのいろいろこれタイプあるんですけど、忙しくなると落語ダメになる人いると、うん、でところが師匠はメディアに出ることによって落語も良くなってるっておっしゃってるんですよ、うん、だから自分が変わってるんじゃなくて、うん、自分が変わらずにやってるから、あの新しいお客がいっぱい来るのよ。落語なんか聞いたことがないようなお客が地方なんかでいっぱい来る。そうすると大抵の芸人はその人たちめがけてやるようになる。つまり分かりやすく、そうですね、分かりやすく分かりやすくやる、うん、そうすると今まで応援してくれてた、濃い客が、志らくファンがいなくなっちゃうの、うん、だけどもテレビに出続ければその薄い客がいっぱい集まってくるから人気があると自分で錯覚するんだけども、うん、はいはい、芸はどんどん落ちていくの、本質からずれていっちゃうね。そう、だから俺はテレビで名前が売れようが客が来ようが何だろうが、うん、そこで生まれて初めて落語を聞くようなおばさまがいらっしゃろうが、いつもと同じことでやる。観客に合わせるとずれていく、ずれてきますね。だからターゲットは、観客、自分がもう人気があるならば、ここのお客ではなくて、M1 の審査の時も言ったけど、うるさ方が納得するような、だから、そこで、男子がとかたけしさんがとかね、もう世の中いろんなものを見てる人たちがこいつらいいなって、そこをターゲットにぶつけてやって、それやったって若い子たちはついてきてくれるもの、うん、いやー俺はこの前 A スタジオ出た時20代観覧女子にえらい滑りましたね。だけどテレビの魔法で超ウケてる編集になってましたよ。師匠もぶっちゃけってテレビいっぱい出てらっしゃいますけど、滑る時もあるじゃないですか、うん、オンエアチェックします？いやあまりしない。ああ、もう忙しいからしない、うん、忙しいからじゃなくて自分の、やったことは事実だから、うん、それをいちいちチェックして勉強するような芸ではないから。ああそうか、その場その場の、うん、送りっぱなしのっていう。だから、昼帯もグッドラックも一度も見たことがない、うん、へえ、うん、本当ですか、うん、でもなんかそれかっこいいみたいにみんなへーってなってるけど、まあ無責任なんですけどね。無責任、前に進もうとしてるんだ。俺がちゃんとチェックするのはプレバトだけだよ。それは俳句の勉強、俳句の勉強だから、勉強だから。そこでいろんな人の、 あの先生の意見を聞いて勉強だから見るけど、他は見ないし、うん、じゃあ逆に白山が今年挑戦したいことは何？俺は講談のことしか考えてないんで、何やりたいんですか今年もって言われた時に、多分四十数年間、あ、講談やりたいですっていう人生かなって思います。うん、でもそれはね、なんでしょう、これ反論の余地ないでしょ。反論の余地なんですか、それはね、売れている白山が言うからかっこよく聞こえるんだけども、それを言ってるのは、うん、売れてない講釈師や売れてない落語家が言ってるのと同じ。絶対に必要なのは、落語っていうのはもうその自分の人生だからそれをやる。だから他の景色を見ないとこの落語が良くなんないのよ。いや、それはおっしゃること分かります、うん、いやだから興味がないんだろうな本質で。で人間って僕もう死ぬことを前提に生きてるんで、だから80ぐらいで死ぬとするならば、あと41年ぐらいしかないんですよ、39なんで、うん、ただこれをなんか自分のやりたくないことに使いたくないっていう、それもなんか芸人っぽくないですか。自分がやりたいことしかもうやりたくないんだなっていう風にちょっとモードにはなってるんですよね。それがね、20年前の俺と同じなんだ。出た出た、そのやり口。お前は昔の俺だっていう、出た師匠。それで篠介兄さんと喧嘩になったんだから、自分のやりたいことは全部抑えて、視聴者だスタッフがみんなが求めてることやったら出られるようになるよ、はい、兄さん俺はそんなことするぐらいなら芸人やります、自分のやりたいことをやるのが芸人ですって篠介兄さんに啖呵を切った、うん、それと同じなんだ。いやだからそれがね、いや一緒にされたくない。でも視聴者は全く同じだよ、同じ。それがある程度年取ってくるとね、分かってくるんだよ、篠介兄さんの言葉が。難しい師匠、そこは保留にします僕も。だからこれを否定することも肯定することもなく今迷ってて、なんか自分で勝手にですね幅を決めないでやりたいことやった方がいいよっていうのは分かるんですよ。僕も大河ドラマとかって本当ちょい役で講談して出たら、そのエピソードを喋れるんですよ。であるんですけど、なんかセリフを覚えたりとかするのも師匠役者好きだからいいんでしょうけど、これもう一回こっきりで使っちゃうのって。落語だったらずっと使えるじゃないですか。
で、それがもったいないっていうか、なんかメディアに消費させられてる感じが、うん、まあ確かにそうだけども、スカイダイビングをやれって言ったら、それはスカイダイビングやったら見たことない光景を見れるんだよ、うんうんうん、だけどこれは不愉快で怖いし嫌だって、これは分かるの、はいはい、芝居をやるとかバラエティに出るとか、いろんなことは同じ世界なの。僕ね、ずっと素人時代に役者やってる落語家が嫌いだったんですよ翔太師匠とかひょこひょこ出てくるじゃないですか。もう見てらんないっていうか、落語やってくれって思ってて、その当時の自分の落語ファンの気持ちみたいなのを大事にしたいかなとも思うんですよ。やる前にスカイダイビングは嫌だけれども、バラエティは嫌だとかね。スカイダイビングにだけ理解がありますね。それだってそこは共通してるね。怖い。いやだからスカイダイビングをやれとかね。何やったらいいとかって思います、僕が。だから一人コントとかそういうのやったらいい。一人コント、いや驚くよ。だってもうそれ師匠に勧められて、例えば何かやるじゃないですか、俺350回再生だったら泣いちゃいますよ。いい、それは350回再生だろうが100回だろうがいいの。自分が納得してちょっと違うことをやってみろよっていうのはちょっと分かります、うん、なんか新しく踏み出してみろよ、まだ若いんだからってことですよね。そうそうそう、なるほど。じゃあ VTR いきましょうか、それでね、はい、新平先生の VTR、 じゃあちょっと眼鏡かけながら。志らくさん、白山さん、新年おめでとうございます。今年もよろしくと言いたいんだけどね、何しろ去年からね、 YouTube を頼まれて、僕はやってないんで、僕は頼まれて若い人に、ね、やってるんですけど、うまくいかないんだよ。フォロワー数が伸びないからね、結局ダメだと、やり直さなきゃってんでね、今年からね、いろいろ知恵使ってやろうとしてるんですよね。明日1月2日で91歳だ。おー、ね、おめでたい。だからね、ツイッターもやって、なんだ、YouTuber もやってとかね、素晴らしい、欲張りだとかバカだとか言われるんですけどね、ツイッターやっててね、ただこれはあるんですよ、僕が文章書いたりネタを上げて、立川志らが志らく師匠の一番弟子や、いろいろあって一番弟子、志らがね責任を持ってやってくれてるんで、これも苦戦してるんでね、もう時代がね、デジタル時代になっちゃったからね、もう俺できないよじゃね、置いてかれし、時代取り残されちゃうからね、今ね、スマホ練習してる、中学のスマホ教室2回行って、それからね、ドコモのね、スマホ教室もこれも2回行ってるの、4回行ってらっしゃる。だけどね、これ指がね、うまくいかないんだよ。携帯、ガラケーはこれ親指でやってる。で、スマホね、これが、変なとこやると全部画面変わっちゃったりね、全然ダメよ。この指の使い方を覚えなきゃと思ってね、これも苦戦してるんですよって。ですから頼みますよ、今年は本当に。そう、頼むといえばね、志らく、頼まれた、志らくじゃない、志らく、あ、そう、志らくさん、白山さん、この番組を言いたい放題ね、もっと長く続けて、昔の男子陳平ね、に負けないようにうまくやってレギュラー化してね、僕を呼んでよ、ゲストによろしくお願いしますよ。というわけでまた会って雑談しましょうね、よろしくお願いします。いや素晴らしい。だから91歳の陳平先生がそれをやってるわけでしょ、うん、だから陳平先生の今やってるのスマホの練習だけでしたよ。だけど YouTube やって Twitter やってっていうね、それは自分が死ぬまで何か、表現したい、何かを伝えたいっていうのがあるから、うん、さっき話してることと同じじゃないですか。今のそっか、陳平先生のあれを、あ、なるほどな、うん、それでスマホの練習してるって言って、みんなバカだなんだって言われるっていうけど、こっちだって YouTube でそんなこと言ってました。え、言ってました、そんなこと。バカだなんだって言ってないですよね。言ってない、勝手に師匠が言ってるだけですよ。バカだなんて言ってないですよ。91歳の老人がスマホの練習してどうするんだって、ね、自分で勝手に言って。こんな失礼なことないですよ。いやだけど私も同じなの。全くその機械音痴だから、はいはい、何をどうしていいか分かんないけども、その YouTube で編集するのも、はい、全部スマホで編集のサイトを見て、そのアプリを入れて、え、師匠やってるんですか。もう一人で全部編集して、ナベプロやってない、一切絡んでないもん。それナベプロは絡まないよ、それは再生回数が500回だったらお金にならねえんだ。1円とかチャリンって入るだけなんだ。こうでもね、それは僕はいいなとも思うんですけど、そのやっぱ師匠はこう前に出ようっていう、そのでもこう老人のあがきみたいなのが、うん、時々こうみっともなく感じる時もあって、うん、やっぱ老人は老人でいてほしいっていうか、無理にこう若者に合わせなくていいぞっていうのもあるじゃないですか、みっともないっていうのは見せるべきなんだ。
ああそうね、そこは難しいですね。芸人がそうなんだ、みっともない姿を見せられる、あの生き方でしょ。ただちょっと待ってください、僕も今野津江陳平先生のスマホの練習を老人のあがきって言っちゃって言いながらVTR 出てくれた人に師匠もひどいけど俺もひどいっていうさあ今年は立川流40周年ということで、はいはい、どうですか、男子っていう名前がこうずっとねなくなるっていうのは惜しいような気がするんですけど、一ファンとしては、いやみんなファンもね、関係者も例えば、炎章は誰が継ぐんだとか、はいはい、新章はとかね、はい、うん、そういうふうに言うんだけども、私はでも師匠継げばいいんじゃないですか。いやその気は全くない。うん、若い頃は多少はあった、はい、でも今はもう全く、男子って名前を継ぎたいっていうのはないし、大事なことだけど、じゃあ炎章が出てもやっぱり炎章はね、あの炎章なんですよ、六代目の、そうもうあの、はい、やっぱり昭和の明治の炎章、はい、新章はもう新章なの、はい、長嶋茂雄だとか渥美清の名前を継ぐような感じがするの。あ、現代に渥美清が出てきたらば、うん、何でしょ。いやそれは俺今年志らく師匠に言ってほしくなかったな。なんで超えてほしい男子師匠を。無理全然面白くないじゃないですかテレビが超えるっていうふうに言い切った方がなんか可愛いじゃないですか。俺が男子を超えるって言ったらもうヤフーニュースになるもん。そしたら男子を超えるってなんかこう志の輔師匠と男子師匠のコメント早く聞きたいですもんね何言うんだろう、ドキドキしちゃって俺も。いいんじゃないの、別にもう新章も男子も炎章もいなくても。でもなんかそういう圧倒的なものみたいなものの名前を継ぐことで、志らくって名前にとどまらないでほしい、男子を継いでほしい。うん、言いましょう。継がないテレビつまんねえ。いやだ、例えばだったら他の方でもいいから継いでほしいとか、なんか名前あります、そういうの。あ、立川談志の名前は談志の兄さんが継げばいい、はい、おお、もう誰も文句言わないですよ。それなんでですか、ちなみに志の輔師匠じゃなくてなぜ談志師匠。談志の狂気を受け継いでるとかね、センスを受け継いでるとか、いろんな形で志の輔兄さんや弟の談志は私は受け継いでるんだけども、はい、名前を継ぐっていうのは伝統芸能だから、まあね、やっぱりその伝統芸能の部分で一番近いのは立川談春っていう芸人。じゃあ次回師匠、あのゲストを談春師匠にしましょうか。うん、そうそう、で談春軽く言いますねいや絶対断りそうじゃないですか、軽くおっしゃるけど。ちゃんとお願いをすればあの人は来る。本当ですか。うん、ちゃんと俺一言も喋んないでいいですか見たいんですよその空気を最近ちゃんとお話したことないんじゃないですか。この間電話で30分ぐらい話して、いや本当に仲良しだもん。何の話したんですか。いや小春が、自分の弟子の小春が真打ちになるから、あのゲストに来てくれっていうとこから始まって。そう、今師匠談春師匠チャンスなのは、あのお弟子さんの小春姉さんが真打ち昇進するんで、今ちょっとこうなんでしょう、談春師匠も全体と仲良くしたいムードなんですよ、うん、ここが師匠チャンスですよそうそう、ここでゲスト呼びましょう今一番狙い目なんですよ。あのね、多分スタッフが行っても、はい、2時間3時間話して俺の出るメリットは何だっつって、スタッフの方が根負けして、それで多分出ないことになっちゃう、はいはい、うん、だから白山とか私が直接時間出てよっつったら、おうって出るよ。あ、それじゃあ師匠からお願いしていいですか僕ちょっとしんどいかなと思って、まず白山が出てくださいと思って、いや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 、それでその後難しいですよ、出るあの、コンセプトやなんかをスタッフが話して、うん、で最後に俺が行って頭下げたら出る。いやそういうもんだけども、いやそんなに、だってそのここの番組骨をうずめるスタッフいないですよ誰一人、うん、でも今喋って、あの今ふと頭浮かんだんだけど、はい、立川談志ってそれほどの大物かなあ、すごい。でもそんな大物かなって言ってる人がでも談春を継げばいいって、この矛盾こそが、うん、なんか志らく師匠の談春師匠への尊敬を感じますよね、うん、あのみんなが談春兄さんを怖がって大物にしすぎちゃってる、うん、談春兄さんはちょこ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 してる小物なんだ本当は、うん、さあ番組終わっていきましょうカメラはこっちかなあのゲストに来ていただくっていう流れの中で、あいつは小物だっていうのって、小物だから呼べ、どういう正月なんですかどういうメンタルで聞いてればいいんですか一応談春師匠出ていただくから勝手に名前使っちゃうとよくないですけど、まあ、なんかオファーはして
断られるか断られないか分かんないですけど、もう俺もうギャラとかもう信じられない額ふっかけられても、みんなの貯金切り崩して出してくださいそう小物だからね、ギャラを100万って言ったら出るよきっとなんか俺この番組関わりたくねえな師匠にでなんか出してもらってるけど、じゃあ正月締めましょうか師匠これで、はい、はい、じゃあということで今年、言いたい放題ということで、これ誰が見てくれてるのかちょっと分かんないんですけど、じゃあ今年も師匠と私伝統芸能で頑張っていきますので、ぜひ皆さんこれからも応援してください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。